今日は第2回湯虫です。そして、湯虫4匹。あっちに行く。それでは、始めます。私は、ベテラン釣り師なので。わかる。湯虫で魚が釣れる可能性は、かなり低い。なので、小物も狙っときます。餌は砂利目。ゆっくりさびきます。ヒット。お。一頭目で白ギスが釣れた。キープです。鈴は一度も鳴りません。もちろん、レインコートを着ている。ガハハハ。嘘だろ？私の相棒が消えた。やってしまった。メインで使っているリールも消えたぞ。多分、そこらに沈んでいるはず。あの竿は空洞のないグラスロッドだもん。ダメだ。風が強くて、タコエギが沈まない。ルアーと重りをちょい足ししてみた。んだよ。
もしかして、あっちにある？ない。ルアーと重りをロストした。いい感じの手応え。手デートを手繰り寄せてみます。違うな。ダメだ。ここの周辺は、根がかりしまくる。タコエギも失った。第2回湯虫を再開します。竿を海から離しておいた。目ぼち。相棒の忘れ形見。タコっぽい感じです。瓶だな。おお。タコゲットだー。やったー。マダコだな。一旦キープしとく。海藻だな。グオー。湯虫をロスト。かじられてる。この湯虫でラストです。
あ、そうだ。ドラグを緩めておけばいいんだ。第2回湯蒸しは終了です。湯蒸しと針がない。多分、大きなフグに食われた。生きたハゼを餌にします。かます。仕掛けの回収中に食ってきた。カサゴ？オニカサゴだな。このカサゴは、毒針があるぞ。針を食われた。当たりなし。やめときだな。今回は料理コーナーをお休みします。2年ぶりにマダコを釣った。また、あのクリアロッドを買う。ダメだー。ダイワっぽいリールは買えるけど。あのクリアロッドは、もう売っていない。かっこいい。他の店であのクリアロッドを探してみます。ダメだ。あのクリアロッドは、ない。重い重りを投げられる竿を探す。これが良さそう。海保付きだぞ。リールはこれが良さそう。海スプール付きだぞ。あと、これも買っとく。ご視聴ありがとうございます。次回の湯蒸しは、ニューロッドが届く2週間以降になります。湯蒸しは、5匹買う。